かんよ。安西先生、ニコ生がしたいです。はい、皆様、ね、本当に、ね、あのすみませんでした。ドワンゴ JP さん12ヶ月連続リリース企画の、ラストを飾る、12ヶ月、配信楽曲12月ね、ごめんなさい、キャンドルで1位を取れずですね、ニコ生レギュラー、嘘じゃないが終了してしまいました。しかしですね、なんと、スタッフ調べによると、ドコモだけで言えば1位、うん、だったらしくて、というわけで、すごいあの愛の手ということで、本日は、緊急ニコニコ生放送、ニコ生復活なるかギルドの先生ニコ生したいんです。イエーイ、このニコ生がやりたい気持ちを、とりあえず、画面のディスプレイに画面を押し付けて、ニコ生が復活するように頑張っていきたいと思います。さて本日もニコニコ本社2階 T ルームニコニコから生放送、公開生放送ということで、たくさんのお客様が会場にお越しいただいています。朝日さん、どうも。ああ嬉しいね。すごい、なんかめっちゃみんな大きい声上げたそうにしてる。どうしよう。みんな盛り上がってますか？ほいほいほい。ざっと200人ぐらいいるやんな、これ。いやー嬉しいですね。嬉しいですね。ライブができそう。ありがとうございます。そんなわけでまずは自己紹介ですね。まず、ボーカルの、リュウジさん。はい、僕ボーカルのリュウジでます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、次、ギターの、はい、ヨシヒロことヨシオです。よろしくお願いします。逆じゃんな。逆じゃんな。次、ベースのタクマさん。はい、はい、ベースのタクマです。はい、今日はお願いします。ニコ生続かなさそう。で、僕ドラムの、こいつっています。ニコ生をね、ぜひ、復活しないと、僕の生きがいの半分が減ってるということになりまして、なんとか今日は多分きっと無茶ぶりばっかりだと思うんですが、ま、頑張っていきたいと思います。はい、そんなわけで楽しみにしててください。はいはいはい。はい、そんなわけでですね、本日の放送ではですね、ニコ生、レギュラー復活をかけて、さまざまな指令が用意されているみたいです。お、それをこなしていきたいと思います。見事こなせばニコ生が復活するかも、びっくりマークはてな、とのことなので頑張っていきましょう。視聴者の皆様、会場の皆様、たくさんの、コメント声援を、声援の音量先ぐらいで大丈夫です。200人分ぐらいで、はい、で大丈夫なので、たくさんのコメント選んでくださいということで、未発表告知もあるかもということですね。そして、なんか こんだけの人に囲まれたらこれちょっとやんの恥ずかしい。そして番組ラストはいつも通り、番組を一番盛り上げたのは誰アンケートということで、一番数値が低かったメンバーには、ここ T ルーム、ニコニコで、実際に販売されている新激マズ汁を飲んでもらいますので頑張っていきましょう。はい、皆様からの差し入れいただいた場合は問答無用で飲まさせていただきます。あ、ね、あ、なんですかこれ。あ、だからお客さんがオーダーしたら、皆さん大好きな激マズ汁を飲んでもらいたいとオーダーいただいたら、はい、なくていけないと。お客さんのさじ加減のタイミングで入ってくるってことですね。お客様も誰に飲ませたいっていう多分オーダーできちゃうと思う。ああ、そうか、そうか、そうか。例えば10名の方が全員こいつに飲ませたいっていうのがこいつに10名。なるほどね、なるほどね。200人ぐらいだったら顔覚えるしな、俺。まあ、そんなわけで、それではまず1曲聴いていただきましょう。ドワンゴ JP さんより12ヶ月連続配信リリース企画の、10月配信楽曲「甘い色」です。どうぞ。甘い色の花束乾いてく空全て金に変える秋の風傾いてゆく日差し
始めた愛す神一人きりじゃもう手に余るよ穴色の花束遠ざかる空全てが過去に帰る秋の雨微笑んだ眼差し風に揺れる髪一番大切淡色でした。そうですね、1月の25日水曜日に、発売されるウィンター EP 2011リンベルヌにも、収録されてるんで、ぜひお買い求めください、はい。画面下のニコニコ市場から予約できるよよできるよここもポンと書くじゃん。この辺ここもポンとこの辺さて、適当なうさて、ギルドがね、今年もニコ生を続けるにはね、はい、これから出される、指令を達成しなくてはなりません。お、視聴者の皆様の助けがないと、達成できないものもあるので、ぜひご協力ください。お願いします。ですね、早速、ミッションに行きたいところなんですが、まずまあ、当たり前のことなんですけども、はあ、ミッションにはルールがございます、はい。それはですね、これから出されるミッションにはそれぞれ点数が振られており、合計50点を超えれば見事ミッション達成、嘘じゃないかと思います。これ思わねんけどさ、急にこんなこと言ってこない、はい、2位や俺ら、はい、うん、50点でいいのって思うのよ、まあ、そのハードル上げる感じ。いや、なんかこうこんだけやってもらって、はいはい、まあこんだけ今日年200人もいてたらまあ100点はいけんじゃないっていう。まあ点数のありふりどうなってるか知らんねんけど、まあ切り悪いよね、これ全部5点だったら悪いよね。えなかなかミッション厳しい感じになってます。え、マジっすさっきも言った通り、急に不安定。これ本当に100点もし押せなかったら、はい、コンビニ剤最後かな、これが会うことなくなってしまうので、コンビニ剤か。例えば、今点数振ってあるんですけど、ちょっとボーナスポイントを加算しましょうか。あ、なくなったらいいですか、いいですか。え、じゃまた会ってもらえる感じの可能性は、まあ、ちょっと少しぐらいはあるんで。じゃあ、おい100点かな、キリオくん100点で。うわ、みんなやめとけみたいな顔してるやめとけってみたいな、お前喋れへんよなんねみたいな。100点で、100点でいきますよ。じゃあ、じゃあちょっと割り振りって今のままで大丈夫ですか。点数は変えます。ちょっと変える感じで、了解です。じゃあ、まあ、100点取ればということで、ミッションの書かれた、紙が、ここのねラッキーボックス、ラッキーボックスね、これ絶対ラッキーじゃないやん、これなさそうな箱このラッキーボックスに紙が入っておりますので、メンバーは、それを達成するために、頑張りましょう。はい、はい。時間がないと思った時はパスも OK です。はあ、はあ、ということで、これは引いていけばよろしいのでしょうか。じゃあ、横さん、早速1個目1個目。これって出た指令を誰がやるとかで大丈夫ですか。もう誰決めていただいても。はい、さあ、運命の1問目ですよ。もう頼むからめちゃくちゃなんだけはやめてほしい、ほんまに。てか基本めちゃめちゃないわな、でもいきますわ。はいはい。じゃあね、ニコニコアンケートで50対50おわ100対0になる2択問題を作れ、バンバン。冷静に無理じゃないこれ。まあ50-50分からんけど、100-0って一人でもなんか誰もが分からんねん。いんねん、なんかこうやっぱりあっちこっちにしとこうみたいな方が。だからちょっとなんかない、100-0考えようか。結構さ、これじゃずるらしくていいんじゃん。あなたは人間ですかとかでいいんじゃん。それいい。でもさ、ありかもしれんね。でも99とか一緒やったらさ、ね、お前じゃないやん。それ行こう。それ行こう。これいけんじゃない。
これはこれはいけるよ。空気読もう、空気読もう、空気読もう。これはなかったら、なんか新しいよ、これ。俺な、ぜあ、もう見たことやるとこ、いらんとこやるとこ、絶対言うよ。露骨を掘る。うち魚って、嘘つけどうやってコメントしてるの目、こっちとこっちについてんの。うわぁ、お金いいよ、そうです。あれらは、消えてほしいんか、俺14.2 の種族を教えてほしい。すいません、14.2 の方に聞きたいんですけども、人類ヒューマンじゃないんですよね。ノーヒューマン。なんか、あなた誰です。ちなみに。トリビです。ライクです。ライクです。宇宙人。ライクって人じゃないですか。です幽霊。よしおです。まださる、ライブ先行き不安不安、次行くわよ。ゼロ次行くわよ。ファン業界一番意味やから。もう絶対あかんで今日これ滑ってるやん、やっぱり。次の質問、バンバン。次の質問ですね。クリアできるかな、これ。お、なにこれ。はい、クイズ1、ババーン。クイズですか。はい、クイズ弱いんですよね。知ってます。まあ、聞かせて。はい、クイズ出します。はい、はい、しまし、読み上げます。クイズ丸1、今ごめんなさい、会場の皆様には出てないんですが、この中で甘い色じゃないものはどれでしょう。4択の中から1つ選んでください。英語でフラックス。え、もう一回。え、甘い色じゃないものは、甘い色じゃないものは何でしょう。はいはい、英語フラックス、フランス語ラン、ドイツ語フラックスファルベ、スペイン語カスターニョ、このうち3つが甘い色という言葉です。はい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 、これ行こうじゃ。え、わかんない。お前らわかんのか。わからんけど。自信あるやつってやれてんじゃん。おい、あー、はい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 。えっとね、え、これどういう形式で書いてるじゃん。いや、やるの代表で。代表で。あ、わかる。ね、3番じゃない。俺4番やと。俺も4番だよ。やんな、これピアニッシモ的なもんだ。俺2番。2番。うん、でも4番。まあ多数決で4番。じゃあ誰、佐久間、お前2番やろ。俺4番。3番。え、3番、うん、それはないと思う。ま、前2人が 4だと思うでしょ。ん、え、違う。前2人が4、うん、じゃあ4でいいよ。じゃあもう4でいいんじゃない。4でいこうか。ピアニッシモ的なもん。そうそう、そう、そっち系ですね、多分。カスタ、カスタ、カスタ、カスタ軍。あ、ちょっと待ってください。はい、これ違うで、この顔。本人じゃ会えへん顔してんねん。多分な、じゃあ分かった。あんな、大概、うん、みんな、多分、オーディエンス、オーディエンス、オーディエンス。FL、FL で、多分、引っ掛けようとしてるから。あー、だから、うん、3番だよ、ポイント。うん。はあ、はあ、たまには、たまには、なんかぽいから。フラッ、うん、ぽいやん。なフラックスファーベってさ、なんかクッキーみたいじゃない。そうやな。うん。でもまあ、俺はさ、ドイツ行ってるしね。フラックスファルベ、カスターニョ、ラン、フラックス。あ、でもさ、ランってさ、これリンじゃなくてランだよな、これ。ランってさ、結構うかつに発音しそうやん。日常会話。それが甘いよっておかしくない。それが甘いよっておかしくない。確かに。あ、なるほどね。2番。これ、フランス語のラン、ランファイナルアンサー。ファイナルアンサー。それ正論やん、これさん。これ正論。それ正論やん。だってランスって甘いろみたいな。うん。おかしいね。はい。おかしいんじゃないんですか。そうなんですね。正解は、はい、4番でした。アウト。アウト。カスターニョって意味は、はい、全然関係なくて、はい、栗色っていう意味なんです。色が栗色。考えるの感じるな。ちなみに今の10点問題でした。まだ何問あるんですか。あと16問ぐらい。まだゼロです。どんどん行こう。もうこいつ無理すんなってみたいな目が増えてきた。
だいぶ滑ってるね。前のせいでね。リュウジ昨日のあの滑った話言ったわけ。初滑り。リュウジの昨日の初滑り。俺の初滑りすごいよこれ。昨日ね、あの一曲目にあのハイアンドマイティアイランドだって。だだ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 。こういうこういう風にないけど全員で頭。あらしいな。おかげさまでいい滑り出しや。やらかした。あれ面白い。やらかしましたね。さすがの問題です。この人何言ったはずやろ。あ。来ましたね。え、これ。お。もうほんまにやんのこれ。やばいこれ。はい。竹下通りで、外人さんの売り子さんとツーショット写真を撮った。ほら、ほら、ほら、僕やな。はい、一番仕事がなさそうな人。これ言ってる間も番組続くの？続きます。あ、じゃあ、自己申告でいいよ。俺言って傷つかれた家やし。明日の皆さんに聞いていただいたら、あ、いいっすよ、それ。皆さん、じゃあ、外人さんから、あの、黒人さんで。そうです。こういうか。一番、いや、こんな感じ、こんな感じだよ。さあ、ヒデさんに言って、こう、なんか、こうやってほしい。確かにね。あの、この横でこうやってほしい。確かにね。めっちゃパワフルに撮ってきてほしい。あれ、じゃあ、むしろさ、肩組んで撮ってきてよ、これ。で、これって、中継とかってない感じ。写真が、写真、ちょっと。なんか、結果だけっすか。写真で。いわゆる損する。頼むわ。まあ、いや、いいよ、どうせ俺役に立たんやろし。ほんで、5分以内で聞いて。いける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 。あ、タピオカ見る。魚ですか、あなたは。このまま。このまま。ヒデさんファンは一緒にこう、これがええじゃない、まあ、っていうか。帰ってきたら、ピーターおらへんから絶対やめてやなんかもうその発想がなんか育ちバレんだよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そんな中ですね、こいつさんに差し入れが来たー。しかも結構量多い。結構量多いこれ。これきついショットじゃない。誰や差し入れした。誰や誰や差し入れした。なんでそこの席笑ってんの。おい、そこの席。どうしてやったんな、差し入れしてくれたこの目の前で飲んでやりたかったいただきます、いただきます。いったー、一気いった、まずいやろう。めっちゃ安い、面白い。これから1問ずつ来そう、なんかいきますよ。2が、それでは第3問。第3問。4問、はい、4問か。じゃあ、ですね、誰もが心打つ誰もが心打つ正月のちょっとええ話を披露。ああ、難しいね、これ。正月か。俺無理、俺無理、そういうの。俺心打つ話はできない。心打つ話。じゃあ、とりあえず、分かった。俺が家族愛についていい話おばあちゃんが起きてきて、あ、おはようおめでとうっておばあちゃんに、おばあちゃんに冗談でね、あのお年玉楽しみにしてるしって言ったんですよ。冗談でこう笑いながらね。で階段を上がっていったら、おばあちゃんがタクちゃんちょっとおいでって言われて、タクちゃんで、はいって言っていったら、あの兄弟がいて、兄弟がね、シューマって言うんですけど、その修学旅行のシューマなんですけど、なんかね、このちなみに弟もベース弾くんだ。そうそう、ポチ袋をもらって、もらったんですよ。私たらおばあちゃんがもらったお世話そしたらね、なんか袋の端っこにね、シューって書いてあって、こうなんかそのお年玉の袋にシューって書いてあった。そう、シューって書いてあった。タクじゃなくて、そう
なるほどね。だからその、はいはい、なんやろ、用意してんかったんけど、はい、かわいい孫がおねだりしてきてあげちゃうっていう、なんかこの愛を感じましたね、こうやって。ああ、いいね。あ、でも分かってて渡して買ったんや、それは。ん？分かってて、あ、用意してないけど、そうそう、俺がこう、行ったから来いって言ったから、そこまでそう言うやったら、あげようかなって。まあ、まあ、ちょっとええ話ちょっとええ話、ちょっとええ話見よったから。いや、ええ話って受けへんから大丈夫。あ、そうだねそうだね、もうみんな200人みんなうなずいてるからなるほど、いい話やね。まあ、いいね、笑い笑い笑い家族に愛されてるって大事ですよね。まあそうですね、うん、おばあちゃん、おばあちゃんとかやな、うん、大丈夫です。そう、弟は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 別途、別途。あ、また別で作れたの。そう、別途ね。はい、あ、いいね。まあ早く成功してね、こう家族にあげられるように思ってる。今後ね頑張りたいね、うん、いい話ですよね自分で言ったのこれ判定は皆さん OK です。世界中の皆さん OK ですから。これさ、首振れへんくない？みんながうーんじゃあ今回は会場の皆さんでございます。さっきの話で A 話だと思った人は拍手おめでとうございます。おめでとうございます。優しい人もいらまあ、愛情ってことで誰やしてへんの、ほんで。まあ、まあ、1個目からです。そうです。ありがとうございました。大丈夫です。なんで、これなんでですか。10点差し上げます。え、残り90点。残り90点。100点にあげてる。多いね。ちなみに、吉尾さんのミッション結構高得点。マジですか。おい、頑張れよ、おい。めっちゃハーハーした感じって面白いじゃあ、ネクスト問題を。ネクスト問題。うん、吉高もターランってやっていいですか。ターラン、まだ早い、まだ早い。待て、せーの、たらクイズ2。たら任せろ。読み上げていいですか。はい。2012年に実施される予定じゃないものはどれ。ダメ。東京スカイツリーがオープン。でロンドンオリンピック開催。でビートルズレコードデビュー50周年。で消費税 7% 引き上げ。さあどれ。バン。リリリリリリリ。ビートルズってさ、この前したかったよ。アニバーサリー。ん？この前してなかったのか、アニバーサリー別で。ビートルズっていつもアニバーサリーじゃない。確かにねわかるけどわかるけど、多分孫の代まで行ってんのあれ消費税 10% じゃなかったっけ。 7% なんですか。あ、徐々にか、徐々にこう徐々に上がっていく感じ。麻痺していく感じ、うん、麻痺していく感じ、うん、これ4や4かな、うん、俺も4やと思うわ。え、4は上がらへんかったっけ。これ4や俺も4やと思う。俺3まで持ってないけど、これ4やわ。じゃあ4にしようか。うん、4番視聴者。いやー、オーディエンス、オーディエンス、オーディエンス。いや、オーディエンスしてると思う。あ、そうだ。これも 4ですね、これ。うん、4だと思う。4番。4番。大丈夫ですか、4番で。4番で。4番で。なんだ、うなずいてる人、首振ってる人がいいね。うん、たくも、お前の感じ見て。え、俺、最後持ってんだけどな。11。あれ、4。で、4で。4番。高野さん。ありがとうございます。2012年に実施される予定じゃないものはどれ。消費税 7% に引き上げ。 OK ですか。 OK です。 OK です。え、正解です。あー、よかった。あー、セッター。いやー、これは点数は10点です。正解。あ、マジで20点。放送時間残り30分で20点しか取ってない。やばいやばいやばい。急ごう。いやー、絶対あかんで、こういうの。絶対あかん、こういうの。他メンバーのぶっちゃけ、これを言うたら絶対まずいやろエピソードをメンバー披露しなさい。マクロトークか。これちなみに、なんか過去に言ったことあるやつとかはダメだ。みんなちなみにじゃあ、低、中、高、どれがいい？激高っていうのがあるけど、どれがいい？でも激高。え、でもそれは聞いても聞かないって言うよ。なんで？聞いても聞かない。激高は多分聞いたらな、引くで。でもここで引いたらあかんとこだった。だって激高って言ったのあんたらやんっていう話になる。いい？パソコンの前のみんなも激高。激高。行っちゃう？行こうか。めっちゃ入っちゃう。
行こうか。じゃあ言うわ。その代わりちゃんと点数くれよ。どれ言うの？え？どれ言うの？ああやばいやばいやばい。あっちの方ね。ね、まあ、普段あんまこういうこと言わないですけど、今ちょうど一人いません。あれハミってんの誰やった？龍一か。龍一がハミってんねん。俺ハミってる。あ、そうそうそう。ハミってるハミってる。あのね、龍一以外の3人残り3人はあのね、運命的なところにですね、ほくろがあるんですけどね。あ、そうそうそう。そう、まあ、うん、まあ俺たちのまあビートマグナムっていうかなんていうか。っていうところに。まあ、実は奇跡的に3人ともほくろがあって前びっくりしたっていうのが銭湯に行った時に、まあ、まあ何かは言いませんよ。しかも見えへんとか言うの。そうやな。ただただ誰かが言ってんな。めっちゃ笑ってんねんあんた。誰かがボロって言ってほくろあんねんかって言って、そうそう、え俺もあんねんみたいな。俺も俺もってなって。そうそう、リュウチくんがいない。ただ俺ないんやけど、うん、なぜか、うちのおとんがある。そうやそうや、運命やね、これ。これね、感じたね、運命。これ、運命感じたな。感じたね。お、リュウイチもある？な、リュウイチもある？ちょっと待ってな。確認したよ。こんなこと言ったことないけど。大丈夫か、これ。激坂。そうやな。だ、大丈夫か？おとんメンバー、大丈夫ですか？激高って言ったらあんたらよ。言うとっけ。結構ね、ギルド市場では結構ぶっちゃけてますけど、だいぶ行ってますね。OK です、じゃあ10点。あれまあ、そんなわけで、リスさん、一回そろそろ、はい、V を。じゃあね、そろそろ曲の方に参りましょうか。ハイ&マイティアイランド、略してハイマイの PV を、どうぞ。どうぞ。そんなわけでして、皆さん、ここにですね、あのね、今ね、お客様からね、またこういういただき物をもらいまして、ロシアン激まずい。どれかが一つだけすごいまずいらしいので、ちょっと待って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 、俺、浮いてるし、ちょっと待って、まだの待ってて。なんか、ちゃうね、俺のだけなんか浮いてんねんって。じゃんけんいけない、じゃんけんいけない、じゃんけん。俺グー出すしな。最初、グー、じゃんけん、ふわふわ。最初、グー、次、おい。これ。ちょっとフィレさん帰ってきたけど、ちょっと待ってな。そんなわけで、せーの。せー、美味しかった。ねえ。あ、じゃあ、これや。ハルト来ます。はい、来ました。そんなわけで、フィレさん帰宅。おかえり。フィレさん。ごめん、何やこれ。お土産、お土産、あー、ありがとう。めっちゃ伸びてる。
いや、結構頑張ったんやけど、意外と外人さん真面目で、なんか仕事中つって取らせてくれへんかって。え？いや、でも頑張ったよ。ごめん、ヒデさん一個謝りたいね。あんな、俺ビートマグナム事件言っちゃった。マジか。俺、ブラザーの話。俺結構楽しみにしてた。どっかに。え、ちょっと見せ、写真こんな感じです。見た。やばいこれやばい。これカメラ映るんかな。どうした、めっちゃブラザーやで、それも。それもビートマグナム。超不機嫌だった。これ会場の方でちょっと詳しく見たいっていう方おられたら、カメラ全然回してください。キヨさんいる？キヨさんどこ行った？どこ行ったよ。ちょっと適当にちゃんと画面に持って回して。そんなわけで、今の合格でしょ、どっからの。完璧です。何やったの？飲み物までここで来てるじゃん。ありがとう、キヨさん。いやちょうど今、激マズ汁をプレゼントしたんで。あ、そう。何やってたの？ロシアン激マズ汁みたいな。3つあって、1個だけだけ。どういうお題？あ、出来れんしちゃうで。さっき打ち合わせの時に婚姻で合わない可能性がありますね。わ、滑りそう、これ。はい、行ってみよう。誰もが惚れる最高の決め顔を披露。おー、俺はやめとく。俺も無理だ。これ笑いとかなしですか？どちらでも、まあ、ちなみに判定方法は、要は惚れんとダメなんですよ。惚れんとダメですね。じゃあ、せっかくなんでこう、ね、じゃあさ、会場の皆さんが惚れるか惚れへんか、分かった。この中で、うん、やっぱりりゅういちくんも知らない人いるやん、やっぱり中には。やっぱりまあ中にはいるかもしれない。りゅういちくんも知らない人をこうキュンとさせよう。突っ込んで欲しかったね、今の。そうや。え、なんでりゅういちくんも知らない子をキュンとさせる。じゃあ、推しじゃない子をキュンとさせる。あ、いいね。こいつさんが大好きって子いるやん、やっぱり中には。いるかもしれない。なんかところどころトゲあるよな、お前。そういう人をこう、キュンってさせよう。いいよ、じゃあそうしよう。それでいいわ。じゃあこの中で、りゅういちくん以外のメンバーが一番好きだよって人。じゃあ、その中で、あ、じゃあ、恥ずかしい子もいると思うから、言われてもいいよっていう子にする。あ、じゃあ、りゅういちくんの決め顔を正面から歌いよって人。かつ、りゅういちくん推しじゃない、私みたいな。ゆうちくん推しじゃない。ゆうちくん推しが手挙げてるパターンもあるな。ナンバーワン、じゃあ、ゆうちくん決めていい？じゃんけんでごめん。俺を決める、俺を決める。ちょっとみんな、気合い入れて、はーいって言ってみて、せーの。はーい！金ここら辺でかかったな、今。でかかったな、今。彼女はね。でかかったな。ちょっとスタンダップ。この前、っていうか、骸骨ビーム受けてなかった。まあ、俺めっちゃあるやーって。ほんまや、結構何でも受けたがりな感じで。どうぞ。カメラの横に行ってさ、カメラの横に。で、りゅういちくんはカメラ目線と同時に彼女に。そうですね。あ、なるほどね。同時にこう立とうか。うん、普通に立っててくれば大丈夫。で、じゃあカメラの前、こっちに立とう。りゅういちどこ行くの？カメラの前。200人が映ってる。みんな映ってるから見られたくない顔してて。もういいよ、あどけない顔してるよ。じゃあ、決め顔ってまあ要は
生レギュラーかかってんねん。ルーティー最後の一発本気いけ。ベイビードル。いや笑ったらあかんねんな、リュウチ。笑わずに10秒止まってんじゃん。よーいどん。ちなみにこれ、これは聞きたいのは一つだけなんですけど、惚れましたか？惚れましたか？ありがとうございます。じゃあ、OK で OK、 OK でございますね。ちなみに、小林さん、この問題は何ですか？これ5点じゃなかった？5点ですね。5点結構頑張りましたけど、じゃあ、85点ですよ。85点です。もういけるよ。15点こっからでも5点問題もまだあるんですよね。5点問題いっぱいあります。あそこをなんとかこう来ましたね。来ました。はい、せーの、クイズよ、4番。はい、そういうわけでして、はい、おっと、小市さんが今から あるお題の絵を描くので、それを当ててください。小市さんが描いた絵を、俺らが。これ時間の無駄やし、バスとかにした方がいいんじゃないですかね、これ。いや、描きますよ。同時進行で、同時進行、描きながら。いや、もう描くは取れるよ。ピュッて描くから、ピュッてやる。目つぶんな、俺ら。目つぶって。小市奇抜やから。見たでしょ、そ無理やね、無理やね。そんな無理やね。まずさ、メンサルにさ、見せてくれ。ちょっと待ってな。うん。なんか弾いてる？いや、多分声で攻撃してる。これ多分声でさあ、え、こうやってさ、単語？いや、え、これ どこまで言っていいんですか、これ。まあ、ヒントならいいですよ。単語なの？なんて言う？誰かが何々が何々と何々してる。まあ、多分これゆうちくんだ、これ。おー、そうだ。ゆうちくんが、これ多分な、なんかな、モンハンっぽいやんな。もうそれモンハンに失礼よ。さあ、ポケモンかな。ポケモンかモンハンじゃない。一応な、ポケモンやったら俺もうちょい分かるかも。あ、分からんか。何か。何やろこれ。もういいや、パッと行こう。もう不正解や、これは。行ってみよう、誰か。龍一くんが、はい、パルマルと戦ってるよ。おお。もうちょい真剣に書いてよかった。でも分からへんの。まるまるやな、問題は。まるまる。まるまるや。え、これは、え、怪獣とかいいの？ん？怪獣とかいいの？いや、その現実的かない。あ、そうだ、え、現実的でもない。現実的。え、そうなのこれ。柄がわからんだっす。柄？柄以前やけどね。現実的？じゃあもうなんか、タコさん、パッと言っちゃってください。じゃあ、リュウイチくんが、はい。何と思う？いや、俺も全然わからん。もう、予想つかへん。自分が戦ってるのはない。戦ってるのは、モンハンか。最近ドラクエやってる。あ、ドラクエやってる。現実的や、言うとおりだ。龍一くんが、はい、もうこれで決めます。タクマの答えで決めます。トラと戦ってる。
虎虎だってさ、いざ虎の柄って枠かける？こういうやつだよ、こういう虎柄ってあるよね。虎ってどっちか言うと、なんか猫、スマシマ、スマシマ、ごめんなさい今のは何点ですか？5点で、でも、10点、あと10点90点今のは5点どころの入ってんちゃうかって。すいません、一旦ちょっとここで差し入れをまた入ったんで。え、あれですか、一応誰ですか？あ、また私やんすか？たくまさん読んでいただいて。たくまさん、え、メッセージ、メモ帳を読んでいただいて。はい、ネキマズ汁、丸丸、俺は大体読めてんですよ、すべて、高一さんへ。お、いいんですね、今までのこの鬱憤話みたいなのが3倍ありますね、これこれで楽しかった言うて帰り読んでね、これ差し入れしたやつ。はい、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 はしゃべらんとこ。え、なんで？なんで？いや、大丈夫です。そんなわけで、あと10点。あと10点。これ最後の激マズ汁、意味なくなるで。言うとくけど。あ、これ最後。これ難しいな。あとちなみにお時間何分？お時間があと7分ぐらいですね。あと10点です。はい、弾幕を、30秒間、途切れることなく発生させろ。お、途切れることなく。これ一見さ、無理って書いてる人いるやんか。俺思うんやけど、俺が30秒、小七太ったってない？あの、俺が30秒数えるから、一緒に俺とカウントする。こう、30、29、を、まあ、リアルタイムの秒数でやるから、うん、みんなギルドって打ちまくろうやって、それにしようかじゃあ、今からギルドってありったけ打ち込むタイム、よーい、どうぞ、カウントスタート。てんてん、おい、てん、おい、てん、お、ギルド、ギルド、フォアコメント、後ろ、ギルド、お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 、いいよ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 、頑張って、頑張って、連打、連打、連打、頑張って、頑張って、頑張って、すごい地味な作業だけど頑張って。そうだな。しかも無声な俺。いや、これを実際売ってる人の姿を想像するとちょっと泣けるもん。あと10秒ぐらい。おおおおおおお。頑張って。もうちょっと。もうちょっと。頑張れ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 。誰やよしよって書いてるやつ。いいよ、頑張ってだったらいいよな。簡単は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 。終了。え、はい、ありがとうございます、本当にもありがとうございます。いや、これもありですね、OK です。あ、これでお願いします。ラストや、ラストや、ラスト、なんか来い。あと5点、4分でお願いします。パスでいいですか？パスでいいですか？パスでいいですか？ OK。 イベントの中でおもろいやつだ。選んでいるやん。だってさ、クイズできなさそうだね。微妙なの。微妙な。微妙な。俺持ってるけどな。なんか微妙そう。やっとく？や、微妙そう。俺は持ってるけどな。持ったのもいいやつ。ちょっと。全部もう見て持ってるやん、だから。4分4分。なんか面白いのないの？これとりあえず一回やってみる。え、マジ？誰もが知ってるあのワンシーンを再現せよ、ドラマでもアニメでもか。ゆうちもパッとやってみて、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 パッ。マジか。マジで。あ、そっちが。これで無理やったら俺がこれやってみる。うん。これこっち見てていいですか？知ってる？わかるの？時間ないよ、時間ないよ、時間ないよ。はい、せーの。車の役して、車ぶつかってる。え？ここで止まって、ここで。OK。
るか。オッケー。ふーき、僕は死にません。あー、オッケーやくれカメラこっち側さ、マイクこっちだから。マイクマイク聞こえる。時間大丈夫。目標をセンターに入れて。どんどん微妙な人だよ。多分な。ダメで NG で。あと1分半です。これ言わせて、じゃあ。俺持ってるし。こっちの方が。え、本気出した。俺のこれが受けへんかったじゃん。それにしようよ。あ、いいよいいよ。これで取るわ。なんだこれ。はい、誰がもが笑える最高のネタを披露。最近やってんこれ。最後のハードルですね、これ。言うで。俺マジ。別にいいけど。寝言事件。あの話か、うん、いいよいいよ。最近 iPhone 好きが報じてるじゃん。うん、タクマがすごいいびきがうるさい最近。俺もうるさいねんけど。うるさいね。ね猫と言うんだよ、その後。あっ、ってなってから。あっ、ってなってから。2チャンネル。最近、じゃあ、あんな iPhone にさ、アプリがあってさ。大笑いやったら、今。iPhone にアプリがあって、はい、その面白いやつを忘れちゃったのあんねんか、アプリが、はい、あんねんけど、それがすごい面白くて最近それを見すぎで見ちゃうんだよ。夢に見るって地味な夢みんな。いや、めっちゃおもろいから。チャンネルっていいよ。いや、めっちゃおもろい。大丈夫ですか。いや、いいんじゃないですか。皆さん、よろしいですか。いやこれクリアです。はい、じゃこちら5点でめでたく100点で。やったー、よかったー。キューさん、闇に一番活躍したんかるやん。半分がね、点数でかかったよな。半分がね、これで激マズ汁あったのも泣くの。でも、まあ、映ってんかったら、そうやっと欲しかったんですけどね。あ、最後、ありましたね、これ。一回やっときます、せっかくなんで、はい、まだ僕、これ無理やと思って飛ばしてしまいました。じゃあせっかくなんで、あれじゃあ、リュウイチでやろうとかな、これ。リュウイチではこういうことやらせてるとき、ほんま楽しそうね。どこ行ったの。どっかやらせてる。どっちだろう。出しすぎやばいの。相当なんか、テンパってたんやな。はい、読みます。はい、上から、ヨシオで始まる即興の歌を作る。うん、テーマがね、曲名が。ヨシオから始まる曲ですよ。あ、じゃあ上から曲名が上からヨシオっていう曲を作る。あ、上からヨシオっていうタイトルの曲。そ、パクリやん。パクリやん。え、赤いかな。ユシ君、これ成功したら配信やから。配信やから。ちなみに俺、あの原曲全然知らないですよ。あ、だからそういうの、ね、もうそういうのいらんねん。そういうの。あ、いらん。うん。オリジナルや、ね。リズムいる？リズムいる？いや、リズムなしなし、もうバラード。バラード。あ、バラード。右肘、左肘とか出てきても大丈夫だよ。レウチ、ヨシオって俺やしだ。あ、うん、うん、あの、やつらのビートマグラムとかあるやつ。チャン、チリリテンテン、右肘、左肘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 、左肘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 、ポン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 、骸骨ビーム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 、スポンスポン、スポンジボン。ジン、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 体の中がジン、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 
風に揺れる光たち、頬に触れた粉雪、握りしめた小さな手、なぜ泣きたくなるだろう、愛しさと切なさはとても似ているからね。じゃあね、ギルドでキャンドルでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ですね、配信情報、最新曲、キャンドル、今流れたやつですね、うん、が、ドラムの JP さんで、チャックタックルが配信中ですというのとですね、他にも、ドラムの JP さんでは、ギルドのスペシャルマッチ受けや、メンバー実写デコメ、見せ替えも、配信中なんで、ぜひチェックしてください。お願いします。さっきの決め顔とか配信するわけ。そうですね、ガチですか。決め顔とあの辺だよ、あの黒人さんのあとですね、1月の25日、水曜日ですね、ウィンター EP2011、リングベルの発売ということでね、ここニコニコ本社ですね、2月5日日曜日に、なんと、インストアイベントと嘘じゃない公開生放送をすることが決定しました。あ、インストか、そうだ。そうそうそう。ここでやるんですよね。ここでインストアイベントをする。嫌なの？そうですね。そういうことなんで。そんなの聞いてないわ、私っていう人、はい。だって初公開。みんな顔の角度急にこうなる。え、これじゃ上のお店。そうです、3回ここですね。あーはーはー、せっかく来てくれる。うん、ありがとう。ごめんね、急に。その後に、嘘じゃないですね。そうです。じゃあその後にニコ生付きインスタイベントやから、愛のギルド劇場が生で見れるかもしれない。すごい、やばい、めっちゃ恥ずいやん。やばいやばい、きついな、それ。めっちゃ恥ずいね。皆さん、ページ上のリンクから、詳細ページをご覧くださいね。たくさんのお客様のご来店お待ちしております。お願いします。あれ生は熱いよ。あれ、みんな即興ドラマ見たことある人、あれな、やってる時いつもここな、誰もいいんからな、シーンってしてる。うわー言ってた。うわー、めっちゃ響いてるやんか。そうそうそう。あとね、昨日からね、ギルド、全国ツアーが、始まったんですけどもね、いろんなとこ回ってね、1月の27日、名古屋エルフィッツオールさんで、ニューさんとオークさんの、スリーマンで、1月29日も、大阪ミューさんで、スリーマンでね、やらせていただいて、でツアーラストですね、2月の28日と29日、京都モジョさんで、ギルド企画のねバーニングラブボリューム8ロックナイト、バーニングラブボリューム9ロックナイトをやるのでね、皆さんよかったら遊びに来てくださいというのとですね、春からですね、スタイリッシュウェーブの方に、出させていただくことになりまして、3月からね、4月にかけて、ライブがあるのでそちらの方もよろしくお願いします。じゃあ、あ、延長や、やった。お、延長します。はい、そういうわけでして、あっという間に終了の時間が近づいてまいりました。アンケートに行きたいところなんですけど、なんか嬉しかったですね、今日ね、ちょっとみんなちょっと感謝の気持ちをちょっとパソコンのみんなにもちょっと一言ずつあれやろう、なんか100万いつもの。はい、どうも、ですね、皆さん、ですね、今日はですね、日曜日のこの一番楽しい時間をギルドのためにこう入ってもらいまして、足を運んでもらったり、パソコンの前にこう座ってもらったりして、こう大切な1時間を昼前のこう耐えてもらいまして、
しかもですね、もうしかも復活という、そう、しかも皆様のコメントのおかげだったり拍手のおかげとか、ヒデさんのダッシュのおかげでこう、見事2月からまたレギュラーやらせてもらえるんですよ、これはレギュラーが OK が出たので、あの、すごくあの、ね、なんていうかな、ハートフル違う、ハートフルですね、なんか心が温まる、なんていうかね、それでは、これでアンケートに行きましょう、はい、今回番組を一番盛り上げたのは誰だったでしょうか、はい、一番数値が低いメンバーには激マズ汁を飲んでもらいます。今回からまず最新新激マズ汁として登場、アンケートどうぞ。ちょっとあの、なんすか、よしお、あんのってなんすかちなみに俺はトラを言ったよ、トラを。あれすごかった、確かにあれすごい早い、これすごかった、トラを言ったよ、普通わかんない、まあ近いってんけど、俺タピオカまで買ってきたしな。一番少ない人があるか。あ、そういうこと。大変さ入ったぞよ、これ。絶対強い、これ。大変だよ。画面越しにタピオカ要求してくる人。やっぱりか。おやっぱりか。結果。龍一 15.6%、 吉尾&外人さん 63.4%、 佐久間 11.1%、 高一 9.8%、 ありがとうございます。なんかな、そんな気はしてた、なんか知らんけど初やねんな、この回でこのコーナーで負けたの初めてやな、俺ただ今日4杯目なんか今日何杯目か分からへんの。でも俺、進撃まずいじゃん。なんでさっきやで詰めた、俺思わなかったっけ、なんか傷ついた。じゃあ飲むわな。うん。ふい。飲むな。見ててな。苦いな。ちょっと苦いな。でも番組的にきちんと飲むな。いただくわ。飲みな。飲みたくないな。やっぱり嫌やな。頑張るな。これも言ってますけど、これなんか。もうな、さっきのとこ鳥肌。来た。チキン肌当てるよ。ごちそうさまでした。やってくれるね、みんな。そんなわけでですね、はい、まあ今日すごい楽しかったですね。ね、楽しかった。もうおかげさまで。いや、いつでも観覧があるっていうのがいいですね。うん、観覧めっちゃ楽しいだ。なんかね。みんな楽しかった。楽しかった。大きい声で。ありがとう。顔がこうなってるし。かわいいな、もう、ね。それでは、はい。まあ残念なんですけども。残念ですよ。残念。本日の放送は、ここまでとなります。これにて一件落着よ。そんなことですね。まあ復活ということで、まあ俺たちレギュラー復活したんで。やったすぐこうやって調子乗るのはな、月9よっしゃそんなわけで、また、見てください、そんなわけでみんなせーのグッバイ。あんまりしましょう。今回復活したけど、お前ら復活して当たり前思ってへんけ、たくま、はい、お前トラと戦ってるっつったな、はい、まずベースと戦え。龍一、お前な、決め顔な、ライブよかったね。ヒデ、顔キモいな。お前ひどいな。だって今こう今日麦やわ。自分は俺、うん、なんかめちゃくちゃ言ってごめんなさい。はい、やめて。はい、はい、いつものうさんくさい反省会ですか。
じゃあ今日は、ねえ、行きまじるわね。もうね、なんか見慣れたんけど俺。ちょ、俺さ、1個だけ告知し忘れたことある。あ、どうぞどうぞ。あのね、僕あのツイッターやってるんですけど、あのフォロワーが個人的あの5000以上行ったら、あの恥ずかしい写真を公開するって言ったんですよ。で、今日ブログに載せるんで皆さん見てください。え、なんでここ言ったの？まあ、宣伝力がね、ありますもんね。楽しみに、僕も見ます。見ますね。見てください。全裸で。いや、一応全裸になったよ、一応ね。なったやん。一応なったけど、ちゃんと、あの、見えません。マグロさん。あの、僕は撮ったんですけど、ちゃんと全部抜いてました。あ、撮ったん、ヒデさんが。そう。めっちゃおもろいやつ。撮らされる方も苦痛じゃない。悪夢やった。見放題やから。見放題やから。何やったね。マグロさん。みんなこれからなんかそういう話するとき絶対ビートマグナムって言えもん。あの人のビートマグナムさ。そんなことで、もう意味ないわこの内容。じゃあ、最後に、はい、じゃあ、結局、じゃんけんでいいっすか。そうですね、行きましょう。で、まあ飲んだら、うん、そのまま感謝の一言を大声で述べて、そうやな、ヒデさんの場合はあの発声練習して、じゃあヒデさんの場合は一曲お願いします。ほんま声出へんヒデさんの場合は英語で喋ってもらう最後。あ、うん、さっきあのあれになったから。あ、そうだ、そうだ、大丈夫。ああ竹下通りで学んだ英語力を。そうやな。じゃあ行きますか。いきますか。何も英語しとかない。俺このじゃんけん負けたことないねんな。負けたんか、お前。殴られるか。行こう、行きますよ。最初はグーじゃんけんほい。いやなぁ、いややなぁ、いややなぁ、冷静に。ダメときどうするほんまに。じゃんけん負けたなぁ。ごめんなぁ。あかんな、ごめんな。そうや、悪かったな。服ミッキーでごめんな。何を言えばいいんですか。今日の感謝と、これからの報告と、ニコ生感謝のレギュラー放送の報告、これからの。あ、なるほど。それを飲んだしといて、噛んだらもう一杯です。噛んだらもう一杯、噛んだらもう一杯いただきます。まずいな。ちょっと鳥肌立ったの。あー、マジ。マジ。ですね。俺が俺。ほんまありがとう。今日はニコ生を見てくださって。顔すごい色してる。本当にありがとうございました。皆さんのおかげですね、今年もですね、ニコ生やらせていただけることになってね、本当嬉しいと思ってます。本当嬉しいなあの口の中にね、あの青いのが残ってますね。青いな、顔が赤いな。今年の僕の目標は、僕ミッキーやなぁ。かわいいなぁ。ダイエットすることです。じゃあニコ生の目標ってそれも言うから僕はあの最近ね、お正月太りしちゃったんでね、頑張ってやっていきたいと思います。ニコ生の目標はですね、そうですね、カメラ目線を方面に頑張りたいと思います。個人なんや。頑張ります。ということで、今年もよろしくお願いします。以上、ギルドでした。チャレンジ。